東日本大震災の瓦礫についてなんですけれども、はい、先日政府から受け入れ要請がありましたけれども、はいはい、現時点で県内の受け入れについてはどのようにお考えでしょうか。もちろん最終的にはですね、その各市町の、処理施設、それから処分場でこうどう受け入れていくかということになっていきますので、それぞれの市町においてですね、ご検討をいただけるいただくということが、最終的には基本になっているというふうに思っています。市や町の中には、県の、対応を見守りたいというところもあるんですけれども、県としてはどのように。そうですね、県としてはこれも従前から申し上げているところですけれども、その今安全面において、国民の皆さんに引き続き、不安な部分というのが大きいというふうに思うんですね。いや、それはかなりで、それをやはり解消していくという努力をしていただくということが第一かなというふうに思っています。それがあってやっぱり初めて受け入れられるということになると思います。瓦礫の処理、これは大きな課題になっているということで、これは間違いのないことだと思いますし、それに協力をするということは、その逆にその面で言えば皆さん非常に理解をされているということだと思うんですね。で、障害なんていうのはその安全性の問題ですから、今政府が進めていることを見るとですね、受け入れてくださいということが大きなメッセージになっていて、でその安全性について大きなメッセージということがあまり出てないような気がするんです。それをやっぱりちょっと考えてみる必要があるんですね。そういう意味では説明会の開催が まず大事だと思うんですけれども、そうです。いろんなやり方あると思うんですよ。その説明会だけで済む話ではないですし、それは例えば県が何かこういう、これは別にその廃棄物の問題だけじゃなくてですね、何かを進めるという時に何か説明会をしたらそれで終わりとか、そういうことではないですよ。なんとなく今の国もそのパンフレットを作りましたで、環境大臣がちょっと言っていただいて、それは良かったと思うんですけど、群馬の静岡でやられて、それはそれで良かったと思うんですけど、それで終わりっていうことではないですよね。だからいろんなやっぱりその方策を取って、国民の皆さんへの理解を与えていくっていうことが必要だと思います。で、説明会みたいなのはその一環です。今後じゃあ具体的にどういうことをまた要請されていく、一つ一つですね、タウンミーティングって言ってますけども、それは例えばということであって、結果としてのその不安の解消ということが重要なんですよね。で、その我々はその不安の解消ということを皆さんその皆さんの理解ということを言っているわけで、一つ一つのアクションについて実は安い国にですね、こうしてくださいとかっていうつもりはありません。通信の宮内です。今の関連なんですけども、例えばということですけど、タウンミーティングということ、説明をということで、それに対して、環境省に申し入れてると思うんですけども、具体的には、環境省の方からはどういう答えですか。その何をやりますという答えは返ってきてるんでしょうか。環境省の方からはですね、受け入れを賛成してくれるところには説明会をしますけど、説明しますというのは自治体に対してなのか、いわゆる住民に対してなのか、どちらなんでしょうか。住民に対して、
国が住民に対して直接自治体が受け入れますと言っているところには国が住民に対して直接説明しますという回答をしているということです。ということはじゃあ今のところ広島県には行きますという回答ではないという。そうですね。わかりました。読売新聞の方です。続いて瓦礫のことで、また伺います。実際にその安全性の基準を、具体的に示すという点でなかなか難しい課題だと思うんですが、実際その今8000ベクレルの焼却灰というのを、埋め立てて横にいても自然界と変わらないというような説明を、政府側がしている一方でですね、静岡県で焼却実験があったときに、環境大臣自らですね住民と話し合ってたんですけども全く拉致が開かないような状態だったというようなことも散見されててですねなかなかその安全だとかですね大丈夫だという基準に対する考え方が国民的な合意がそもそも成り立たないようなですね難しい局面にあると思います。その中で政府の方は受け入れということで復興全面にアクション一つですのこうアクションというところで言えば出てきたと思うんですけども、復興と両立するためにですねそのあたりこう安全性とその復興との合意をまさに形成するために動くのはまさに政治の役割であったり、やはり首長さんの役割が大きいと思うんですけども、その安全性とですねアクションのバランスの取り方についてですね、実際その受け入れる側ではないにしてもですね束ねる、特に県都道府県のですね知事としてのそのあたりの役割はどのように認識しておられますでしょうか。いやそれは、我々もね役割を果たすなんていうか、その役割をね我々否定しているわけではないです。ただ国がやってないところでしかも正直に申し上げて疑問点もいろいろあるわけですよ。全くないわけじゃなくていろいろ課題もある。でそういう中で、とにかくそれは県とか市がやってくださいっていう話じゃないですよねっていうことを申し上げています。そこはなかなか国にご理解をいただけてないっていうことです。それでは時間ちょっと話が変わるんですけども先日国家公務員の給与を削減する臨時特例法が成立されまして、それを受けて総務省は各自治体に対して自主的に対応してほしいという趣旨の通達をされたと思います。これについて広島県としてはどういう対応されるおつもりかお聞かせください。それについてはですね、ちょっと現時点では、結論はありません。はい、それでは会見の時間もそろそろという状況ですが、よろしいですか。じゃあ、どうもありがとうございました。